近藤重三郎は、明治時代における、愛知県岡崎市の実業家、政治家である。味噌、醤油醸造業、伊勢いとなむ傍ら、有志と共に、同地の電力会社岡崎電灯を起業し、同社を中心に、電気事業に関わる。政界では、岡崎町会議員、愛知県会議員を歴任した。死後は陽志氏,氏が二代目、近藤重三郎を襲名している。 近藤重三郎は、開園5年2月15日、三河国語湯の中村家に生まれた。陽名は安吉。聖家の中村家は、東海道の宿場語湯塾で、味噌、醤油醸造業と、は子、大津屋を営む休家で、七代目当主の喜び蔵は、名望家として知られた。重三郎はその長男であったが、田舎での商売を、嫌い19歳の時名古屋へと出奔する。 連れ戻されるものの、母親の実家で、まんじゅうや、いとナムを岡崎の近藤家に預けられた。その後近藤家を継ぐと家業を発展させ、清酒醸造業に乗り出し、ついで味噌、醤油醸造業を始めた。家業の傍らで政界にも進出しており、1889年、岡崎町会の設置に伴い町会議員に当選した。その頃、愛知県会では、 基礎川改修工事費の負担問題とそれに絡む、三河文献論で混乱していた。重三郎は文献派を支援して、西三河各地を遊税へ、1890年の第一回衆議院議員総選挙では文献派、早川隆介、今井磯一郎の当選に尽力する。こうした活動から品川矢次郎の地遇を得て、後に国民協会へ入会した。言わず発言所。 立屋は建設当初からのものではない。実業界では商業会議所や米国取引所の設立に参加する。さらには岡崎における電気事業の企業にも取り組んだ。電気事業は町内で五福商宅谷屋を営む杉浦銀蔵と丸藤旅館を営む田中伊佐夫平との共同出身によるもので、1896年に 資本金3万円の岡崎伝統合資会社を設立する。企業にあたっての近藤の役割は、用地買収交渉であった。翌1897年、矢作川水系の軍海側に、出力50キロワットの岩津発電所が完成。同年7月8日、県内3番目、中部地方でも8番目の電気事業者として、岡崎伝統は開業を見た。 岡崎伝統は開業直後に資金不足に陥るが休止した杉浦銀蔵の後を継いだ三代目杉浦銀蔵の主導で事業が軌道に乗った。重三郎は資金の大部分を電気事業に投じたため家業、伊勢屋の経営は一時窮屈になるが岡崎伝統の発展でその利益を伊勢屋へ回すことが可能となったため伊勢屋の事業も拡大した。1907年 岡崎伝統が資本金50万円の株式会社組織へと改祖した際、杉浦、田中と共に同社の取締役に就任。また、岡崎伝統の成功を受けて、その創業者3人は、今井磯一郎らを入れて1901年に三河電力を設立、別途発電所を建設して、順次、瀬戸、名古屋方面への送電を始めた。同社で重三郎は、 取締役を務め、名古屋の電力会社名古屋伝統へと吸収された後は、同社取締役も兼ねた。1907年4月、岡崎商業会議所の副会頭に就任。同年9月25日には、立憲声優会所属で愛知県会議員に当選した。その3年後の1910年3月6日に、死去、58歳没。岡崎商業会議所副会頭。 愛知県会議員在任中であった。成果は、五湯で、味噌、醤油醸造業を営む中村家で、父は七大当主の中村慶造。茂げ三郎が、母方の近藤家を継いだため、弟の密造が後継者となり、1892年八大当主となって、中村慶造の名を襲名した。八大喜び蔵は1919 19年に事業を法人化して、 大津屋株式会社を設立している。重三郎は養子に中村家から老いにあたる藤一を迎えた。藤一は1910年に家督を継ぐと、近藤重三郎を襲名する。この二代目、重三郎の下で、近藤家の家業である味噌、醤油醸造業、伊勢屋は、拡大、1912年に合名会社組織となり、ついで1921年には、 伊勢屋株式会社となった。また二代目重三郎は1924年の第15回衆議院議員総選挙に当選し、一期のみ衆議院議員を務めている。ありがとうございます。